シュバルツァハは、ドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡に属す、町村で、州内でよく知られた、保養地である。シュバルツァハは、暗い日がを見渡すオーデンバルトの南端、ネッカー王自然公園内に位置する。北は、ラインネッカー郡に接する。森林面積は48%近くに及ぶ。この町は、ウンター・シュバルツァハクとオーバー・シュバルツァハクからなり、その間に、 シュバルツハー富が位置する。この三つの地区をシュバルツハー側が流れている。シュバルツハは1143年に初めて文献上に記録されている。1823年にはそれまで一つの町であったウンターシュバルツハとオーバーシュバルツハとが分離された。19世紀中頃に経済的理由から人口の1、3が北、アメリカに移住した。 1972年に、両、シュバルツァ派は、再び合併した。シュバルツァ派の、町役場この町の議会は14議席からなる。銀字に、3つの赤いリンゴの実をつけた、縦帯状に配置された葉をつけた緑の枝。ウンターシュバルツァ派のカトリック教会、オーバーシュバルツァ派有水池。ありがとうございます。